東庵市沖縄国際大学から。味噌汁亭姫がねこ支店。右手は沖縄国際大学ですが、こうして走行していると広いですね。沖縄の私学では一番敷地面積が広い大学かもしれません。私の後輩もここで働いています。まるまる元気か。余計な話をしてしまいました。ここからあと2分くらいで今日の目的地に到着します。味噌汁亭姫は県内に3店舗あります。そのうちの牧港店に以前行った時に肉汁を注文して食べました。すると視聴者さんから、味噌汁専門店でなんで味噌汁を食べないのかとお叱りを受けたので、今日は味噌汁を食べましょう。大きな丼に味噌汁とさまざまな具材が一緒に入っている沖縄味噌汁は沖縄の郷土食です。大体の食堂にはこうした味噌汁がメニューにあります。しかし味噌汁専門店はこのヒデさんだけではないでしょうか。1年間の延期をプラスに変えて、どうぞ。金メダルを取るために明確な目標っていうのがすごく見えて、これだけの気持ちで。そうそう、思い出しました。先日訪問した沖縄市山里のだるまそばさんの動画で視聴者さんから、だるまそばの味噌汁定食が良いとの情報がありました。それぞれのお店で自分好みの味噌汁を探すのもいいかもしれません。私が以前立ち寄った琉球大学病院近くの山彦食堂の味噌汁は大変美しいビジュアルで良かったです。
ああ、またまた余計なお話でしたね。それも含めて今回メダルっていうのはすごい価値があるのかな。アメリカ軍の民族の子供で10代の少年2人が車の部品を盗んだなどとして書類送検されていたことが捜査関係者への取材で分かりました。猫マンマやっちゃってる。でも白味噌だし、なんか見た目綺麗ですね。個人的にはこの食べ方が一番おいしい。なんかすみません、抗議は受け付けません。抗議の人はすぐ削除します。ごちそうさんでした。本日も最後までご視聴ありがとうございました。